死後の世界を伝える星々の神々のメッセージとはどうも本を読んだら最高の景色福沢です突然ですが皆さん死後の世界って信じていますかあるいは霊界と呼ばれることもありますが人間は亡くなったらどこへ行くのでしょうか天国や地獄が本当にあるのか亡くなった人たちはあの世に集まって仲良く暮らしているのか死後の世界は誰もが関わりを持っているのに誰も答えを知らない問題です しかし、科学が発達した現代では、非科学的なことは扱わない、信じないという風潮があります。ところが、そんな時代にあっても、人々は仏台や亀棚に手を合わせています。また、科学が発達する遥か昔から、私たちは先祖を供養して、魂を祀ってきました。死後の世界については、非科学的だからといって切り捨てられない、人々の関心や歴史があるのです。一体、死後の世界はどんなところなのでしょうか。そこで今回は、こちらの本を参考に、霊界の真相に迫りたいと思います。わしおすえよし 霊界の真実、命は星から来て星へ帰る、です。和尚さんはある日神社でお参りして以来、星々の神々のメッセージが聞こえるようになりました。現在はそのメッセージを伝えるために、面談や講演活動を行っています。この動画では、星々の神々のメッセージをもとに、死後の世界がどんなところか紐解いていきます。ぜひ最後までお付き合いください。私たちは死後の世界と聞くと、先祖が集まって暮らしているあの世の世界をイメージします。そして、先祖をきちんと供養しなかったら、バチが当たって地獄に落ちるという話をどこから信じています。 しかし鷲尾さんによるとこれらの話は洗脳から生まれましたこう記されています霊界あの世とは権力者が亡くなった後も権力を保てるように作った幽玄の世界であるどんな意味でしょうかかつて墓を建てるのは王様や権力者だけでした彼らは自分の死後も影響を与えるためにこんな話を言い伝えてきました自分はあの世から人々を見ているだから墓参りをするといいことが起きて墓参りをしなかったら悪いことが起きるつまり地獄に落ちるのである こうして人々はあの世を信じて熱心にお墓参りをするようになりましたさらに時代が進むと裕福な人々も墓を建てるようになりましたすると霊界に多くの霊が集まっていって存在感がどんどん大きくなっていったのですそれでは霊界とは単なる作り話なのでしょうか本では霊界の仕組みについてこう記されています霊界の仕組みとは人間の世界をそのまま移し変えた世界だと思ってもよい違いは肉体があるかないかの違いだけである和尚さんによると霊界は実在しますしかし天国のようなキラキラした場所ではありません 人間界と同じように後悔や復讐心が渦巻く世界です。続きを見ていきましょう。霊界では多くの人々が人間界に悔いを残している。家族への思いが心残りとなって霊界にとどまっている。また強い恨みを持って亡くなった場合、復讐の虜となって霊界にとどまっている者もいる。後悔や復讐心を持っている人々が霊界に集まります。では持っていない人、そこから解放された人はどこへ行くのでしょうか。ここからがポイントです。真相を見ていきましょう。 すべての命には親神の星の光が宿っている。その光が星々の親神とつながり、人間は日々守り、導かれている。肉体に宿る命とは親神の星から来て、肉体なき後はまた親神の星へ帰るのである。和尚さんは私たちの体には星々の親神の光が命となって宿っていると伝えています。そして亡くなった後は光の命は親神の星に帰っていくのです。親神の星とは一人一人が光を授かった大元の星のこと。 その星こそが私たちが死後に帰る場所であり人類共通の真の神々の世界なのです。真の神についてこう記されています。真の神とは光なり。真の神とは神社、寺院に座する者にあらず。真の神とは宗教儀式を強制せず。真の神とは星々に存在する人間に命を授けた命の親である。真の神とは天地を創造し、全宇宙の星々を導く光の存在である。人間の命は肉体から離れた後は命の親神の待つ光の星へ帰ります。 もしこのこののとが多く人間の命はやがて親神の星へ帰るこれが全ての人々の思いとなったなら地球は霊界なき世界となる先祖を伴う墓や仏壇は必要ない世界になる世界から墓や仏壇が必要なくなればこれまで長い間人々の心を縛ってきた霊界の呪縛は消え去って星々の光を身近に感じられるだろうこれまで人々は宗教や儀式を重んじてきました 霊界にいる先祖を思って祈りを捧げてきましたでももし先祖は霊界にいなくて親神の星のもとに帰ったのだとしたら儀式にとらわれるのをやめてもっと身近に星々の光を感じるでしょうなぜならと霊界に祈っても意味がないからです不幸が起きないようにと霊界に願っても私たちの先祖はそこにはいないからですとなると今この命をもっと楽しもうという気持ちが芽生えてきますもっとポジティブに人生を歩もうと思えるはずです和尚さんはこのメッセージを伝えるために面談を行っています 本の終わりでは星々の神々のメッセージを世界の人々に伝えたいという鷲尾さんの思いが刻まれています。最後にその部分を紹介して今回は終了とします。1999年、私は星々の大神からその他に我が光の力を持たせたと言われました。私はこのメッセージを受け取った時から相談に来る人々に親神の光を見せるようになりました。星々の大神が伝えた言葉、それは初めに言葉あり、その言葉とは光あれ、光あれ、地球に光あれ、自然に光あれ、万物に光あれ、人間に光あれというものでした。 私はこれからも大神からいただいた光あれの言葉とともに私たち人類が成し得なかった人も皆全て光あれの世界を目指していきますその世界とは貧困なき災いなき飢えなき戦争なきそして霊界なき世界であります私はこれからの人々とともに人すべて光あれの世界を望み歩んでまいりますさてこれで今回の動画は終了ですもっと知りたいと思った方は概要欄よりアマゾンに飛んで電子書籍化オンデマンドで読んでみてください kindle 会員なら読み放題なのでお得です。そしてコメント欄から感想をもらえると嬉しいです。お待ちしてます。最新の動画を見逃さないために、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。本を読んだら最高の景色福沢でした。